8人のゴッドウォーリアのうち6人までを倒し、6つのオーディーン・サファイアを手に入れた聖夜たち。残るゴッドウォーリアはアルファ星ドゥーベのジークフリートのみ。しかしこのジークフリートこそ北欧神話最大の勇者であり、7人の中でも最も恐るべきゴッドウォーリアなのだった。これがアスガルドの神オーディーン。するとあれがバルムングの剣。ヒルダを目覚めさせるには全てのゴッドウォーリアを倒し、あの剣を手にしなければ。お前はアルファ星ドゥーベのジークフリート。アテナのセイントがここまで来れるとは。まずは褒めてやろう、ペガサス。あいにくだが、俺が欲しいのはジークフリート、お前の持つ守護石オーディーン・サファイアのみ。それさえあればヒルダを目覚めさせ、アテナを救うことができるんだ。ヒルダは何者かの手によってニーベルンゲンリングをはめられ、操られているに過ぎない。バカな、オーディーンの地上代行者であるヒルダ様を操れる者がこの世に存在するとでも言うのか。もはや問答無用。たとえお前がどんなに傷ついていようと容赦はせぬ。なんだと、初めから手加減できる相手かどうか、これを受けてから言うんだな。くらえ、ペガサス流星剣。な、何、俺の流星剣がジークフリートの体に届く前に。これ式の剣、避けるまでもない。セイヤ、セイヤ、大丈夫か。奴が七人のゴッドウォーリアー最後の一人か。この男は俺たちが倒す。この線を越えると死ぬぞ。このジークフリートに勝てると思うのか。はいと。確かにこの私が最後に残るただ一人のゴッドウォリアー、だからといって必ずしもお前たちに勝機があるとは限らん。来い、フェニックス。行くぞ。貴様ごときが不死鳥フェニックスとは勝利し、それとも恐れつまぜ。ウォリアー、俺果てたか。確かにお前の実力は認めよう。だが十二球の戦いにおいてみんな強大な相手をもことごとく倒してきたのだ。無駄だ。今まで貴様が戦ってきた相手とこのジークフリートを一緒にすること自体間違っていたようだな。ジークフリートという男は桁違いの強さだ。まだわからないのか、フェニックス。いかにお前があがこうともこのジークフリートを倒すことなど可能であることが。何が、お前を倒す。お前のオーディーン・サファイアを手に入れるアテナが待っているのだ。オラゴン・ブレーベスト・ブリザード。フェニックスの羽ばたきよ。フェニックス最大の奥義、攻略転送。もうエジプト、コスモは燃え盛っている。どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきを持ってすればたやすいことだ。これで私を倒したつもりか。甘い。バカな、あれだけの攻撃を食らっておきながらこの男には俺たちの力が通じないのか。セイヤ、みんな、うっ、あ、一気、俺たちに構うな。ジークフリートこそ最後のゴッドウォーリアー。奴さえ倒せばアテナを救えるのだ。時間がないぞ、シリュー。俺たちはたとえ友の屍を乗り越えて必ず目的を遂げると誓い合った。このシリューが
必ずジークフリートを倒す。はあ！俺の闘気が全身に満ちるとき、背中の竜が天に舞い上がる。受けよ、ドラゴン種竜最大の奥義、ロザン昇竜派。何？昇竜派まで通じないとは。まさかこのジークフリートという男、伝説によれば退治した海竜の返り血を全身に浴びたジークフリートは不死身になったという。まさかこの男は伝説のごとく不死身の体を持つというのか。そんなバカな。次はこちらの番だな。行くぞ。このシリュウ、全力でお前を倒す。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。オーディンコード。貴様がドラゴンシリュウか。クロスもつけずにこの私を倒せるとでも思っているのか。倒せるのか。この命にかけ必ず。ジークフリートというのは変な面白さが一緒にやられる。お前たちがアテナの戦意とのときに、いや、この世に私を傷つけることのできるものなど存在せん。なんだと。あの俺の本心の剣、まるで通じないよ。言ってた。貴様たちの力ではこのジークフリートは倒せんと。無駄だ。オーディンソード。オーディンソード。この支流の激流を変えたのだ。行くぞ。ロザン優勝。もう命燃え尽きようとも。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。これぞ鍛錬の賜物。まるで歯が立たない。この俺に万に一つの勝機もないのか。俺のコスモに直接語りかけてくるこの声は老子。諸刃の剣ですか。いつか老子が話してくださった。諸刃の剣は使いようによっては最強の武器となる。しかし同時に自らを傷つける危険も持つ。つまり最強の剣には最強であるがゆえに、その剣の中に弱点がある。貴様、私の最大の剣を浴びながらまだ立ち上がるとは。まだ死ぬわけにはいかぬ。老子のおかげでお前を倒すわずかな可能性を見つけたというのにな。私を倒すわずかな可能性だと。よかろう。そんなものがあるのなら試してみるがいい。受けよ、ドラゴンブレイベストブリザード。見えた。ロザン昇竜派。シリュウ、貴様知っていたのか。シリュウ。セイヤ、俺と初めて戦った時のことを覚えているか。あの時お前は俺が昇竜派を放つ際、一瞬の隙ができることを見抜いていた。それはかつて老子に指摘された昇竜派の唯一の欠点だった。まさかジークフリートにもシリュウと同じ欠点が。そういえば伝説上の不死身の勇者ジークフリートも。そうだ、伝説によればジークフリートは退治した海竜の血を浴びて不死身となった。しかしその時、一枚の木の葉が左の背中に張り付き、そこだけ生身だったのだ。そしてその唯一の急所を貫かれて命果てた。この伝説がゴッドウォーリアーとして蘇ったジークフリートにも宿命として残っていたのだ。
昇竜派を撃つ時と同じくジークフリートも最大の力を右拳に乗せるため一瞬だが左拳がわずかに下がり心臓がガラ空きとなる。まさに一枚の木の葉が覆った場所と表裏一体となって通じているのだ。見事だシリュウ。しかしペガサスよ、これだけは教えておいてやろう。私が最大の剣を放つとき左拳がわずかに下がる。だがシリュウのそれが千分の一秒の間とすれば、私は十万分の一秒以下。そのわずかな一瞬にこの心臓を貫くことができるとでも言うのか。たとえ十万分の一秒だろうと、その一瞬に俺の全てをかける。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。このジークフリートに勝てると思うのか。ファイト。容赦はせぬ。シリュウが自らの命の勝利を教えてくれた。ジークフリートの弱点決して無駄にはしないぞ。この迫力、この絆で、この男を敵にはしたくなかった。無駄だ。この私が初めてわずかながらも恐れというものを感じた。だがペガサス、それゆえにこそこのジークフリートも名誉にかけてお前の挑戦を受けて立とう。あれほどに傷つき立っているだけでもやっとのはず。無駄だ。この私に勝てる可能性など皆無に等しいというのに、この男の底知れぬ自信はどこか。ジークフリートの左拳の動きを見切るんだ。その十万分の一秒に全てがかかっている。俺に力を与えさせてくれ。貴様のコスモなら私の前では何の役にも立たない。レガサス水星剣。これで終わりだ。ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。ドラゴンブレーベストブリザード。見えた。今だ。ペガサス流星拳。何、全ての流星拳を見切ったはずなのに、このジークフリートの鎧に傷をつけるとは。聖夜、あなたは私の、そして今全ての人々の希望なのです。アテナ。聖夜、わずかに残った俺のコスモを、今にも消えそうな俺の命を、かすかに残った僕の命を君にあげる。だから聖夜。聞こえる、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。ペガサス、お前はまだ。なんだあのコスモは。ペガサスだけではない、シリュウたちの、そしてアテナのコスモまでも。これが自分たちが正義と信じる者の持つ力というものか、それとも彼らが正義そのものだという証なのか。何をためらっているのだジークフリート。早く始末してしまえ。聞こえぬのかジークフリート。それとも死に損ないの剣を数発浴びただけで臆したのか。ふん、ならばこのヒルダが自らの手で始末してくれる。ヒルダ様、手出しはご無用。私は全力を尽くして確かめてみたくなりました。彼らが正義なのか、それとも。アテナを、アテナを救わなければ。今一度剣を交わせばお前は必ず死ぬ。覚悟はいいな。これで最後の決着がつく。全てが終わるのだ、ペガサス。俺はみんなの希望なんだ。
アテナのために心のコスモよ、今こそ究極にまで燃え上がれ、ドラゴンブレーベストブリザード、ベガサスリサーカー、これは流星が私の剣を押し戻している。聖夜がビッグバンを起こした。